こんにちは、音符怪物くん音符です。今日はですね、車を納車して2日目、やっと天気もですね、晴れてはいないんですけど雨がやみました。これからですね、寒川神社まで、交通安全、祈願に行ってきます。ドライブ、それまでの道のりにね、一緒にお付き合いください。本日もよろしくお願いいたします。ナビ設定してまして、だいたい79キロ、到着予定が13時59分になっています。ただいまは約、10時56分ですかね。ですのでね、ちょっとここを右と、ここを右です。走行距離は約 11.9 キロ、納車してほとんど乗っていません。まあ、ドライブのインプレッションはまたね、後々行いたいと思います。内装紹介とか装備紹介も行っていきたいと思いますけれども、それもね、まだ自分でも使いこなしてないし、よく分かってない機能もいっぱいありますのでね、分かんないところはちょっと勉強してからまた紹介させていただきます。2.0R ラインマイスターなので、初めからクラリオンのナビがねついてきてますけれども、なんか、いろいろありますけれども、機能的にはどうなんですかね。よく分かりません。いいのか悪いのかね、よくわからないんですけれども、 iPhone はね認識するんですけれども、やってみたらですね、ウォークマン認識しないんですね。 USB ではね、 Bluetooth では使えるみたいですけれども、もちろんハイレゾファイルなど、つないで再生できるわけないんですけれども、 SD カードに、音楽ファイル入れて、やってみようと思ったんですけれども、やはりね、説明書ちょっと読んだらハイレゾファイルは使えないみたいですのでね、そのまま、まあ、音は悪いんですけれども、Bluetooth で聞こうかなとは思っています。エンジン回転数は、6000からが、一応レッドゾーンで6500かな、なってるみたいですけど、そこまではねまだ回してません。スポーツモードにすると回るのかもしれませんけど、まだスポーツモードも使ってないですね。で 2.0R ライン、最新型という、マイスターのバージョンなんですけれども、 R ラインはみんなね、3連メーターついてまして、一番左が、油温計で、一番右が、ブースト系になってますけど、ブースター数最高 3.0 までね記載されてるんですけれども、そこまではねかからない、 1.5 もかからないんじゃないかなと思ってますけどもね。実際ね、思いっきりフルブーストにしてもね、まだもちろんやったことはありますね。ここを右です。メーターの方もですね、真ん中にスピードメーターがついて、左側に、あれですね、タコメーターついてるんですけれども、で一番右が、まあ、ガソリンの方ですね、なってます。真ん中のスピードメーターのところにディスプレイがついてるんですけれども、いろいろ変えられるみたいですけれどもね、今はね、メーター、デジタルのね、数値表示のメーターに変えています。デジタルの方がなんかね見やすい感じしますのでね。あとクルーズコントロールもね、試してみたいんですけれども、クルーズコントロールの方が普通のクルーズコントロールでね、ゴルフとかと違って ACC がついてないんですよね。普通にしといたら、そのまま追突してしまいますからね。人間がやはりブレーキ踏まないと、車の方は、ブレーキ踏んでくれないみたいですね。自分でさ、近づいてきたらブレーキ踏まなきゃいけないみたいです。一昨日の納車で、昨日でディーラーの担当の、
人から、ね、電話かかってきて、どうですかって、まだどうですかって言われてもね、そんな距離乗ってないのでね、昨日の面とかもどうですかって聞かれてもね、まだよくわかりませんとしか答えられなかったんですけどね。もう1ヶ月点検の予約はしてありまして、6月、にしてあるので、まあその時にまたいろいろ聞きたいと思いますしね。音すごい静かです、これ。タイヤ P7 入ってるんですね、これね。R ラインマイスターは19インチになってます。初めから。ピレリの P7 を履いてました。ロードノイズもないですね、本当にね。やっぱルート入るのはおかしいですね。戸塚方面行かない。左側の保土ヶ谷方面ってなってますけどね、どこ通していくんでしょうね。信号3回ぐらいもう待って、あと2回ぐらい待たなきゃいけないかな、なります。渋滞のメッカ不動坂です。ナビ設定し直しました。寒川神社、埼玉県の寒川神社、知りません、そんなとこ私。高山郡の寒川神社ですのでね、全然距離違ってますもんね。方向も違ってたのでね。今ですね、取り付け位置がね、カメラの、しっかりしてなくてですね、ブレーキでね、落ちてしまいましたね。ちょっとね、位置悪いですね、これね。何せ、即席でつけたばっかりですのでね。安全のために、ちょっと止めました。再スタートです。かなり振動してますよね。まもなく、目的地付近です。運転、お疲れ様でした。着いたんですけどね、満車でどこも入れないですね。もう一度回ってダメだったら帰ります。寒川神社無事到着。第一駐車場に止められましたのでね、ここで、一旦境内の中入りますので、それでは、また後ほど。ただいまお祓いが済みました。これから車の前で、車のお祓いを行っていただきますので、それを待ちます。こんな感じでお札の方をいただきました。後ほど、中身の方は、確認したいと思います。今参道から、駐車場の方に向かってるんですけれども真ん中は神様が通るとこなので、端っこを歩いています。で、もうすぐ第一駐車場戻って車の前で、待ってれば、神主さんが来て車の中をお祓いをしてもらえます。はい、車の前に到着しましたので、ここで待ちたいと思いますね。ここ第一駐車場なんですけれども、安全祈願ですね、車の。こう見た限り、私の右横に1人と、私だけ、2人だけですね。他にはいないみたいです。ちなみに私の車の後ろ姿です。どのぐらい待つんでしょうかね、もう少しでしょうかね。前回来た時は、なんだかんだ言って15分ぐらい待ちましたけど、そこまでは混んでないみたいです。はい、本日交通安全祈願した、お守りになります。お札一式、これで、祈祷料3000円になりますね。最後待ってた時にかけたのがこれですね。こんな感じになっております。またね、交通安全以外でもね、寒川神社行きたいと思います。ありがとうございます。もうちょっとだけ。あ、すいません、ありがとうございます。
お参りください。どうぞお閉めください。今、車払い終わりました。これでね、あとは、安全運転で帰るだけです。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。